秋の構造は、日本の医師、政治家、公明党所属の参議院議員、兵庫県神戸市生まれ、幼少時に、頭だとアトピー性皮膚炎を併発、病気がきっかけで医者を目指すこととなった。白寮中学校、高等学校、長崎大学医学部卒業後、長崎大学大学院派、薬学総合研究科修了、在学中から臨床医として、 研究に携わりつつ、医師として勤務。医師として、日本内分泌学会若手研究奨励賞、ヨーロッパ組織再建学会若手研究奨励賞、日本総称知恵学会研究奨励賞、日米総称知恵学会第一回優秀演大賞など、多くの賞を受賞する。2006年より、長崎大学からの人事交流として2年間の予定で、 厚生労働省に出向。厚生労働省健康局、疾病対策課課長補佐として、薬害エイズ対策のほかハンセン病、クロイツフェルトヤコブ病などの対策に携わる。2007年、正式に厚生労働省医系議官採用試験を経て、長崎大学の席を離れ、厚生労働省に入省。2008年より、 厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐として、献血対策、薬害肝炎対策、新型インフルエンザ対策に携わる。2008年に、長崎大学客員教授に就任。2009年、羽田空港内にある、東京空港検疫所所長に就任。検疫業務、国際ターミナル開業準備を指揮。同年、厚生労働省を退職。 公明党の次期参議院選挙の候補者となる。2010年7月11日に実施された第22回参議院議員通常選挙に公明党公認で、比例区から立候補し初当選。2012年12月26日発足の第2次安倍内閣において、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官に任命される。2013年9月退任。 2016年7月10日の第24回参議院議員通常選挙で再選。2022年実施予定の第26回参議院議員通常選挙では、体調不良のため公認を辞退した現職の高瀬、広見に代わって、福岡県選挙区へ擁立されることとなった。剣道4段。第22回参議院議員通常選挙において、宮崎県警察は、 投票日の翌日、選挙期間中、高齢者の手に候補者名を書いて、候補者への投票を求めたとして、公職選挙法違反の容疑で3人を逮捕した。この時書かれていた候補者名は、自民党の松下新平と、公明党の比例区より出馬した秋の構造だった。ありがとうございます。